めっちゃいい。お願いします。プリプリお願いします。そうです。めっちゃ絡まれる。まあ、うまくいかないですね、このデート。誰もおらんよ、ここ。こんばんは、タイムのトレンドサダリソです、はい。今回の企画ですけど、はい、夜の公園デートーちょっと大人な香りがする。公園が大人なんかな。夕食食った後ぐらいじゃない？そうそうそう。あったかくなってきたら、ご飯食べた後散歩デートいいかもしれないです。そうですよ。そして、富山市には三大公園があります。おお、三大富山市公園。それが、はい、右岸運河関水公園、うん、富山城址公園、五、うん、福公園です。なるほど。今回はその三つを、はい、お届けします。そうです。なんでそこで詰まるの。ということで最初はここ関水公園。うちらが紹介しなくても夜の関水公園デートはもう結構王道なんじゃないの。いやちょっと後で紹介しますけど、富山県美術館のオノマトペの屋上に行けるんですよ、はい、私ここもちょっと気になってました。ここも何これ、ひたすら来ないバス待ち続けれるよ。スケボー禁止です。これここに貼らんといけんかったかね。お尻濡れちゃった。じゃあ早速関水公園まず行きましょう。はい、見てください、サオさん。ところにうちらが光ってる。信じられない。いつからいつまで聞いてないよ。知らない知らない。もう無理なんよそんなテンションじゃ。シクロシティの広告夜こんなに光ってると思わなかったですよ。そうですね、初めて見た。せっかくなんでちょっと近くで見たい、はい、だいぶ落として、はいはいはい、これで見れます。よい、富山の浅山のマークとかめっちゃしっかり見えるよ。富山県美術館光ってます。もう先行っちゃう。今もうすでに9時前ですけど、意外と遅くまでやってんだね。10時まで空いてますんで。え、じゃあむしろ来てってことでしょ。いや、まあ美術館は空いてない。屋上だけ行けるんだ。屋上だけ行ける。関西公園の景色を見てほしいからやってるんでしょ。あ、そうですそうです。横ララシャンスだから夜めっちゃいい感じですね。この辺り綺麗、キラキラしてる。まさにデートスポットじゃん。本当やん、散歩デートにめっちゃいい、うん、あ、なるほどね、こっちから入れるんか、はい、はあ、そうなんや。え、知らんかった。みんな知らん、みんな知らん。オノマトペの屋上そのまま行けるのね。知らんかった。本当に誰もいなくない、これ。こんな状態なんだ。明るっ。なんか無機質感。美術館だから。そっか、目覚めるぐらい明るい。一回ここで目覚ましてもらって。目覚まして。結構いい雰囲気になってもここでパーンってなるやん。そう。あ、めっちゃいい。え、めっちゃよくない。ここだったら、あ、めっちゃいいやん。めっちゃびしょびしょ。びしょびしょないよ。若干ライトアップしてね、ツルツルとか。オノマトペの屋上自体もちょっとライトアップされてるんや、うん、幻想的。まあどちらかというと夜景でしょうね。そうね、めっちゃいいやん。こんな綺麗に見えるの知らなかったぞ。よかった。ぐる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 が光ってる。キノコの軍団も光ってるからさ。こっちはなんもないね。これ神通川。あー、そっかそっか。ちょっとプリプリ近くで見ていいですか。プリプリ行きましょう。プリ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 の周りにこんな照明あったんや、うん、昼間のプリプリとは全然違うね。写真で撮るとめっちゃ綺麗。ふわふわのライトアップ綺麗。すごい。もうライトアップするつもりで最初から作られてんだね。そうだね。このキノコはいいね。これ普通に良くない。これ良い。あったかい時期になったらこれで揺られながら星見れるってことですよね。時計にオープンとクローズの時間書いてある。いや、ララシャンス側めっちゃ綺麗。関水公園側とララシャンス側がめっちゃ綺麗、うん、え、これなんでしとったんですか。いやいや、オープンからやってたよ。あ、でもここのプリプリが一番撮れるんじゃない。ちょっとお願いします。何何お願いします。プリプリお願いします。プリプリお願いします。どういうこと、こういうこと。黄金の私のプリプリね。そんな素敵な映像なんでこんなことさせるんやめてもらっていいですか。プリプリお願いしますじゃないし。初め社長してましたよ。そう、どこから入ってきましたっけ。あそこか。これが富山県美術館で、はい、こっちが関水公園。謎のライトアップしてます。本当に、ね、青い。とりあえず天文橋というかスタバ目指すんかな、はい、こっち側の川の横かわいい。でも暗くないから安心かも。結構明るめのライトがつけられてるし誰もいないけどね。誰もいない。あれもともと糸電話あったんですよね、赤いやつ。あ、今コロナでなくなってる。もしかして。なくなってる。昔のカップルやってたと思えへん、ね、糸電話。そこカップルでしないと誰とするの。なんか船よね。船です。ちょっとごめんなさい、もうすでにここから遠くに象が輝いてるのが見える。象さんたち輝いてるの見える。本当だ本当だ。あ、そっか、あれは見たい。天日のモニュメントや。あ、いい、やってんだ、ね、夜の噴水めっちゃいいやん。噴水の周りをライトで照らしてるのも可愛いし、うん、ここから抜けると全部が綺麗に。ちょっと待って、緑色だ。知らない。知らない。緑思った。緑色じゃん。あ、違う、なんか、え、
あ、え、激しい。ここも一応行けんだね。富岸水上ライン。富岸水上ライン。船ですねじゃないし、ね。見てよ、上めっちゃ人いっぱいいるじゃん。お前は大人気やん。みんな恋人？全恋人？これ何組もいるの？え、人いっぱいいる。え、すごい、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。で、あっちがさっき登ってた顕微川。すごい、こっちから見るのもいいな。ほら、さっきのオレンジの光がいい仕事しとるよ。お前な、ポスターが輝いてるから。見えた。見間違いかもしれない。なんかありました、まさか。一瞬びっくりしちゃったけど。ギターの音色が路上ライブしてる。路上ライブしてます。この橋の下でやってますね。お前な、スターバックスここだよって分かりやすいですね。あれ、後ろになんかありますよ。ごめんなさい、スタバほどでも輝いてはない。夜関水公園に遊びに来た人たちみんな見るよ。関水公園を散歩した後はスターバックスでちょっと一服でしょう。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。ここは三大公園の2つ目、女子公園です。女子公園。いや、でも城もうすでにライトアップされて、おー、城が、おー、うっそー。ただね、あんま見えんかもね、これ。あー、これで見えます。見えます。はい、 ANA クラウンプラザホテルの真横にある。あー、あったとこにも。うそー、大人気じゃん。ポスター目的じゃないから。違うよ、夜の散歩したらすぐポスターが目に入っちゃうんだから。人気すぎて困っちゃう。てか、自分たちで出した三大公園に富山の遊び場ありですね。我々は三大公園を応援してますから。スポンサーです。知らんかった。 ANA クラウンプラザホテルさんもね、はい、喜んでますから。喜んでますかね。いや、いい。なんか、え、ちょっと意外。一番上は青色なんですね。前ピンクやったよね。あ、そうなんや。桜の時はピンクやった。おー、いいですね。おっと、なんか向こう側とか結構ライトアップされてますね。あ、ほんまやな。ただね、今回は庭園に行ってみたいんですよね。ここから見た感じ暗いですけどね。こっち明るい室。え、ここ入り口だいぶちっちゃい。入り口でしょ。そう、不安になるよ、この街は。視聴者見える？本当にほのかにライト。暗、これは暗いぞ。暗暗、ジャングルクルーズしてみたい。あ、すごいね。あっちなんか明るい。あ、でも明るい明るい。ちょっと待って、ね、どこが、どこがほのライトない。どこ歩いて OK？ ちょっと待って、めっちゃまぶ。あ、道じゃん。道です。あれ、本当だ。よかった。暗、何やったん結局これ。あ、こっちか。何照らしてんの。何かを照らしてんのかな。何照らしてんの。何照らしてんだろう。今なんか音せんかった。いや、なんかカエルっぽい音。あ、カエルがいるのか。歩かせるつもりあんまないですね。色強すぎるよね。三大公園に入れて大丈夫。こっちの庭はダメでしたけど。すげえな、カエルめっちゃ鳴くやん。ちょっと全体的にやっぱ暗い。関水公園が明るすぎたんかな。これなんだろうね、この離れたところでライトアップするのなんだよ。バス停みたいやな。無意味なライトアップって、意味がわからないライトアップ多い。このさ、ちょっとどうして。俺らが文句言うから、文句言いよるから。夜もステージできるっていうような。本当やね。ここあれですよね、駐車場ですよね。あ、ほんまや。もう一台も止まってないけど。あれ、どうです、ゲートにどうです。ね、関水公園を見ちゃったからだね。人が圧倒的に少ないから、目がいい人たちはこっち。ここのお手洗いとかいいですよ。お手洗いちゃんとあるのいいね。え、何これ、ガラスなんだ。あ、綺麗。さすが三大公園の一つ、トイレちゃんとしてるっていうの必要よ。このすごい広い、ここ広いですね。いいですね、椅子の下までこうやって、はい、あれ、ちょっとめっちゃ目立ってるじゃん。ポートランドがこう通ってさ。あ、めちゃくちゃいいじゃん。え、いい映像やん。めちゃくちゃいいじゃん。めっちゃいい映像になってるやん。めっちゃいい映像になってる。ポートランドからの富山城からのポスターはテカリすぎる。アメージング富山もそんなに言って。あ、本当だね。ライトアップはされてないんだな。アメージングしてないじゃん。このアメージングのフレームに富山城が入るわけでしょ。あ、いい。え、めっちゃいい。正面こうだったら富山城入んないね。アメージング富山を斜めにしてんだ、あえて。それかギリギリ日以降切りたかったから、どっちかですよね。アメージング日以降になっちゃうから。なっちゃうから、富山駅の前もそうだったんですけど、ベンチの下に間接照明っていうのが流行りなのかな。足元照らすの好きっていう。はいはい、この辺りとかはすごい明るいから、この辺り歩いてください。ここの前の広場めっちゃ綺麗だからさ。あ、そうだね。2番目これじゃあさ、3番目めっちゃ不安になってきた。不安やな。ここもなんか明るいね。むしろこっち公園より全然おしゃれで明るい。はい、皆さん、事件です。事故です。これはもう事故がありました。これ、僕公園の入り口なんですけど、はい、見てください。あ、明るいじゃんって思ったらね、不法投棄の。え、だってほら、もう全部切符っていうか、なんか貼られてますよ。普通に置いてるだけじゃないの。利用調査票ってなってるよ。分かんないけどさ、もうここら辺のレベルになるとさ、あの自動販売機すらも当たりつかないんだよね。あれ、自動販売機赤いってないじゃないですか。富大生夜公園散歩するかと思ったんやけどさ、ジョギングもできんねん。五福公園暗すぎてビビったわ。誰ですか、三大公園行った人は。富山大学前だから明るいって勝手に思っとったわ。なるほどね。大学前の通りは赤色のライトなんですね。あ、これが富山大学です。おお、
昔ここがさ8号線だったんですよね、うん、98ってみんな読みません、この通り。そうそう、富大の中もしっかりちゃんとライトはあるんですね。そうですね、明るい明るい。大学構内散歩したりとか確かにあるかも。東京に住んでる時東京大学の構内を散歩したりとかしてました。あ、富大生御用達GB's カフェめっちゃ行ってた。 GB's カフェ行ってないのに。いいじゃないの盛り上がる系のお酒とかやべえ店じゃん、ジャンクフードみんなでワイワイできるようなお店、はいはい、あれGB's カフェも顔負け。この交差点で一番輝いてるんじゃないですか。昼間とは違ったね。あ、ここめっちゃいいじゃん。帰りさ、真っ暗な呉服公園も一応撮ったと。撮る？テレビで見る遠赤外線カメラみたいじゃないと映んないんじゃないのぐらいですけどね。この映像も若干もう緑、もうやだ。動画頑張っても可愛く映れないんだからせっかくなんで富山の展望台といえば呉葉山公園なんですよ。なるほどね。あれやっぱり呉葉山公園そこだった。なるほどね、塗り替えられる。呉服公園はいいよ撮らなくてここが有名な三大公園の呉服公園ですどうですか皆さん、何が何だか分かんないじゃないですか呉服公園来た人たちは自動販売機の明かりを頼りに歩いてください。いや、こんなとこ電気いらんやろうぐらい。なんでここ電気。この真っ暗さがカップルにとってはいいかも。嘘、大事故ですはい、ここが事件です。事件ではこんにちは、こんばんは。 YouTuber ですか。そうですめっちゃ絡まれるいや大丈夫、今撮影で、まあ、言わせてもらうと、まあ、呉葉山に私も結構何回か来たことあるんですけど、この黙々はあんま景色良くない11時の終わりには人がいっぱいいて、音楽大音にかけてる車とかもいて賑やかだねだけどみんな車の中にいて誰一人出てこないっていう。音楽ガッガッだからじゃない。これがデートの締めの、まあ、うまくいかないですねこのデートは黙々とその治安の悪さ、気まずくなっちゃうからさ大丈夫ですか。この BGM でもうこれ使っていやもうしょうがないまあでもこれから暖かくなってきて、夏お散歩デートしたい人たちは夜は関西公園に行きましょう、はいはい、ということがよく分かってよかったかなと思います、はい、この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではおやすみなさい。めっちゃ音入るにぎやかにぎやかで、こんな人いるんだよねひっきりなしに車が。そうだ、あのね、駐車場待ちしてましたもん。この音楽を BGM に景色を見ているなるほど。車多すぎて止めなくて下に止めたんですけど、はい、真っ暗なんですよ。ちょっと待って、ライト、携帯のライト使っても結構暗いわ。ぼやけてるかも今回の映像って言うのなんでよ